タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14シーズナルイベントグレン祭、ちょっとやっていきたいかと思います。なるべくね、人のいない時間帯、今バリバリ早朝7時ぐらいにやっております。さあ、グレン祭実行委員マヤル、モヤルさん、やっぱね、読み上げてると時間かかっちゃって邪魔かなと思ってね、ちょっと人のいない時間帯を狙ってますが、レベル30クエスト、グレンサイと常夏の不審者、タイトルが不穏。アフトカーソルのグレンサイ実行委員マヤル・モヤルは冒険者にグレンサイの開催を伝えたいようだ。ジュジュ、これはこれは、前にもお世話になった冒険者さん、熱いですか？熱いですよね。なんせグレン祭のシーズンが到来してるから。グレン祭はここ最近冒険者ギルドの広報活動にもなっていてね、今回も大いに盛り上げ、ギルドの存在をアピールするつもりだよ。目玉は皆で楽しめるアスレチック、常夏の魔女だけど、今回はそれだけじゃなく、浜辺の守護者ヒーロー氏が活躍する予定なのさ。ヒーロー氏、職業何それって思うでしょ。興味が湧いたならゴスタ・デルソルにいるグレン祭実行委員長ヘール・マガに声をかけてくれよな。よし、というわけで行ってくるか。ゴスタ・デルソル、ただいまグレン祭が絶賛開催中よ。祭りについて何か気になることがあれば遠慮なく聞いてちょうだい。この辺は聞いた気がするな。常夏の魔女は攻略型の巨大障害物施設よ。攻略には身体能力が重要でね、足場から足場へ飛び移りゴールにたどり着いたら攻略成功よ。今回は高難易度コースに新ルートが追加されたり、思い出になる素敵な場所が新設されたりしたの。いずれにせよ魔女の名に恥じないエキサイティングな体験を用意してるわ。あなたも冒険者ならぜひ挑戦してみてね。どうしようかな、難易度高い方はね、これは多分読んだことがある気がする。よし、じゃあとりあえずゴスタ・デルソルへワープです。さて、やってまいりました。ゴスタ・デルソルのゴスタ・デルソルの奥の島、ヘイルマガさん。おお、シャンメイじゃないか、久しぶりだな。もしかしてマヤル・モヤルからヒーロー氏について聞いてきたのか。はい、これも何かの縁か。実のところその件について少しばかり不安要素があってな、冒険者ギルドの一員として相談をしたいんだが、どうだ。いいよ。ありがとう、恩に切る。実は過去のグレン祭の期間中、海で溺れかける人がいたり、会場に魔物が現れたりしたことがあってな。その対策として今回新設したのが、トラブルの早期発見と対処を担う浜辺の守護者、名付けてヒーロー氏ってわけなんだ。あ、緊急救命士的なね。冒険者ギルドとしてはヒーロー氏の役目を冒険者ギルドの所属者が担うことで、ギルドのアピールや印象向上につなげたいと思ってる。とはいえ我々だけで浜辺を常に見守るのは難しい。そんなところにある若手冒険者が立候補してくれたもんで、任せてみようって話になったんだろうな。リオネルっていうその冒険者、意欲こそあるものの、ここへ到着した途端おどおどしだしてな、本当に役目を果たせるか心配になってたんだよ。というわけでヒーロー氏の活動が軌道に乗るまででいい。あんたには同じ冒険者としてリオネルを支えてほしいんだ。頑張るよ。助かるよ。それじゃあ早速リオネルのところに行こうか。コスタ・デルソルのエーテライト近くにいるはずだから、向こうで落ち合おうぜ。はい、
こっちか。土砂降りだ。いや、私リアルだとね、結構晴れるよ。出かけるときは大概晴れるよ。傘持って出歩いたことほぼないから。さて、グレンサイ実行員ヘイルマラさん、わざわざすまんな。リオネルのやつ、今はここらで待機中のはずだが。なんだあんた、俺の荷物から離れてくれ。なんだい、何が起こってるんだい。すいません、良かれと思ったんですが、ごめんなさい。その重そうに見えたので手伝えればと。でも確かに俺みたいなヘッポコモスモス冒険者になんて手伝われたくないですよね。出しゃばってすみません。迷惑の償いにバファローに蹴られて反省してきます。いやまあ手伝おうとしてくれた気持ちは嬉しいが、見ず知らずの他人に大事な商品を運ばせるわけにもいかんしな。それにしてもそんなおどおどした態度で近寄られたんじゃ誰だって不審者だと思っちまうだろ。人助けしたいってんならまずはそこを何とかしたらどうだい。この商人のルガディン族さん、なんかかわいそうだよ。アドバイスまでさせられてるよ。じゃあ俺は仕事に向かおう。あんた悪い人じゃないみたいだし頑張んなよ。ああ、見てたから大体わかるが、リオネルよ、お前さん一体何をやってるんだ。ヘールマガの旦那とそちらの方はご同業？あ、もしや不甲斐ない俺に嫌気がさして代役を。俺まさかの活動前にクビ？いや、シャンメイには同じ冒険者としてサポートを頼んだだけだが、それよりまずは状況を話してくれ。待機中なんだか落ち着かなくて、困ってそうな人の手伝いをしようとしたんですけど、見ての通り俺なんかじゃうまくいかず。意欲は買うがな。お前さんここに来てからどうも態度がおかしい。もともとそんな卑屈じゃないはずだろ。一体どうしたんだ。それは俺人に顔を見られてるとダメダメなんです。普段は板金兜で頭を覆っているから問題ないんですが、ここじゃ暑すぎるし、このままじゃ浜辺のトラブルを解決するどころか自分がトラブルの元になっちまいます。活動開始まで間がないのに、なんとかしないと。なるほど、そういうことだったのか。以前に仕事を依頼した時と様子が違いすぎてどういうことかと思っていたんだ。だが顔を隠せればいいのならなんとかできるかもしれん。リオネルよ、ちょっと実行委員の物置まで来てくれんか。お前に渡したいものがある。すまんが、あんたには下の浜辺で待機してもらい下の浜辺で待機してもらえると助かるよ。何、さほど時間はかからんだろう。じゃあ浜辺で待機でよろしいか。そうか、同じ場所にみんな出るんだね。下の浜辺ここか。待たせたな。
この素晴らしいスーツ。今回の企画が立ち上がった時、密かに裁縫師ギルドに発注していた代物だ。他の実行委員から派手すぎだの恥ずかしいだの言われた結果、泣く泣くお蔵入りにしていたんだがな。ヒーロー氏が顔を隠したいというなら使うしかあるまい。このスーツ、着ただけで身が引き締まる気がするぜ。意外と通気性も悪くないし、何より顔が一切出てない。これなら問題なく働ける。まあ、マスクをかぶった時のこいつの豹変ぶりには少々驚いたが、俺の知っているディオネルの性格はむしろこっちなんだよな。スーツもよく似合ってる。あんたもそう思わんか？めっちゃ似合っとる。レッドって感じだよ。これ色違いあんのかよ。なんという？ 1. まあ似合ってはいる。 2. どのみち不審者なのでは。これは相手を傷つけるチクチク言葉ですよ。1ですよ。まあ似合ってはいる。はい。いやめちゃめちゃ似合ってると思う。いいぞ。ああ、ありがとう。これでようやく浜辺を見守るヒーロー氏として活動できるぜ。さて、いいか、リオネル。今からお前は浜辺の守護者、ヒーロー氏だ。冒険者ギルドの看板を背負っている以上、半端は許されん。そのスーツに恥じない不屈の戦士になりきり、責任を持って来場客に対応するんだ。大丈夫、お前ならできる。おう。曲がいいね。すごい今の曲好き。これでリオネルの不審者問題は解決したが、そうかな、とりあえずこのこういうキャラクターでこの浜辺は売っていくよっていうのをなんか看板とかさ立てとかんとさ、結果不審者になるのでは。リオネル君、はい。浜辺の守護者ヒーロー氏、それだけじゃない。どんな時も人を助けられる冒険者に俺はなるんだ。大丈夫、きっとやれる。ああ、兄貴、さっきは集体を晒しまって何と言っていいのやら。あんな風に弱気で頼りない性格も俺の一部でさ。だがそれでもグレン祭を訪れた人たちが笑顔で過ごせるよう力を尽くしたい気持ちは本当なんだ。だから俺自身からも改めて頼みたい。どうか俺にあんたの力を貸してくれ。おう、ありがとう。それじゃあ兄貴、この後もよろしくな。この後コンプリート。あ、続きがある。ちょっとリオネル君、ちょっと一回話だけ聞いたら終わったと思う。兄貴、この後もよろしく頼むぜ。はい、というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。